千人相続クレマチスは、金宝外科に含まれる植物の一群。鶴性のものがよく知られるが、その姿は様々。花が美しく、観賞用に栽培されるものもあり、また有毒植物である。園芸方面では、クレマチスと呼ばれる。この属のものでよく知られているものは、鶴製で葉を体勢につけるもので、葉は大抵の場合に、 服用で、うじょうかさんでかの形を取るものが多い。花は4枚から8枚の花びらがあるように見えるが、実際にはそれらは額であり、大部分の種では、真の花びらは持たない。また、種子の先端に、羽毛状の細長い突起がある。実際には直立する双本もあり、その姿は多様である。花にしても、上向きに大きく開くもの、うつむいて咲くもの、単独に咲くもの、 多数を過剰につけるものがある。花が美しいことから鑑賞用に栽培されるものは多く、一部の種を中心に品種改良も行われ、多くの園芸品種がある。それらは、総じて、クレマチスと呼ばれる。日本産のものでは、和名としては、ボタンズル、仙人草、半鐘ズル、草ボタンなどの名を持つものがある。また、本属のものは有毒成分を持つ。 有毒植物としても知られている。それを利用して薬草として用いられているものも数多い。鶴製のものが多いが、判定木や多年草もある。また鶴であっても木質化する種もある。茎には節があり、節ごとに葉を耐性する。ただし基本的には耐性であるが、芽生えでは五性が多くの種で見られ、若い茎でもしばしば五性に葉をつける。 これは成長するに従って、体制に移行する。少なくとも、花のつく枝では十字体性である。葉は、単葉の例もあるが、普通は三出複葉かうじょ複葉で、柄がある。鶴製のものでは、傭兵が曲がって他物につかまる形になるものもある。花は、茎の先端に出るか、または溶液に出て、単独でつく例もあるが、多くは、塩水化除か。 三でする週三か所の形をとる。個々の花は、両性花か、または、単性の例もある。花は、学編が花弁状に発達し、真の花びらはない。ただし宮間半生ずるなどでは、雄髄が花びらに移行している状態が見られる。学編は4.68とあるが、普通は、奇数の値をとらない。つぼみの状態では四季異状になって、隣と重なり合わない。 花弁に密腺がなく、これは、金峰下下科では、例外的である。湯水は、多数あり、その中心にはこれも多数のめしべが集まってあり、それぞれから長い花中が伸び出している。果実は、痩せかで、花中は、果実の成熟時にも落ちずに残り、多少とも伸びて、その表面に、多数の毛を発達させ、羽毛状になる。その結果、中心に果実が集まり、 そこから多数の羽毛状の長い突起が八方に突き出す形になる。約300種が知られ、その分布域はほぼ世界中にわたる。しかし分布の中心は東アジアの団体域にある。またその分布域は熱帯域にも広がっており、これは近方外科の属の中では例が多くない。この属は近方外科の中ではかなり得意なものである。 まず茎が長く伸長し、先端が無限成長するのは、植物としては当たり前に見えるが、金宝下下科では、例外的である。また葉が耐性であることも例が少ない。額が四点六八という数を取ること、開花前に四季市場であることもそうである。地図位が多数あってそれぞれ分かれているのは、金宝下科の特徴ではあるが、その下中が花後に伸びて、羽毛状になるのも、 特徴的である。そのため、本族を単独で千人総連トリブクレマチデーを認める説もある。ただし、上記のような特徴は、必ずしも、本族の独自のものではない。例えば、メシベの家中が羽毛状に発達するのは、沖グサ族パルセティラにも見られるもので、さらにその先駆的な状態は、一輪草属アネモネにも見られる。また、 やはり一輪相続の襲名菊などでは、家系が長く発達し、そこでは、花の下にある双方にあたる葉が体勢になっている。本族にごく禁煙とされるものとして、アーキクレマチスは、唯一の種である、ヒマラヤ産のエアルターナータを含む、単系族で、花は、学編4枚の高値半生ずるに似たものだが、葉は、ブドウの仲間のような、心型の単葉となっている。 また、ナーラベリアは、学編より長いコンボ状やスプーン状の花びらを持つ、もので、インドから東南アジアに7種がある。本族は、多くの種を含むことから、ア族やフシなどに細分することが行われてきた。ただし必ずしも定説はないようである。以下に一例を示す。日本には、本族の種が20種以上がある。本族のものには、 プロトアメモニンという成分が広く含まれており、これは毒性を持つために、本属の植物は広く有毒植物とされ、また時に薬用として用いられる。毒層としては、その汁が皮膚につくと水泡を生じることがある。汁でかぶれたり皮膚炎を起こすこともある。また、雨の日に花粉がついて、同様に炎症が起きる例もある。 これは栽培品のクレマチスでも同様である。薬草としては各地で様々な利用がある。中国では異例船の名で先島ボタンズルシーチョネ年サスが多く用いられるが、この名の薬は本来は朝鮮を起源とし、東大初期に白木から持ち込まれたという。朝鮮でその名で呼ばれていたのは風車シーパテンズであったとされ、中国に伝来した当時はそれに似た。 鉄線シーフロリダが使われたとも言われる。この領主は、花が微麗であるために最終圧が大きく、生育地も多くないために資源がすぐに枯渇し、現在のように対象を変えることになったのではないかという。他に、中国では、アケビの茎を、アケビというが、これの代用品として、シーアルマンディー、シーファインティアナなど、茎が木質化する種を利用する。 現在の朝鮮では、一連咲き仙人草 C ブレキイラ、立ち仙人草 C、ターナフラバ,ババリエーション、マンドシュリーカ、薄葉千人草バリエーション、コレアナなどが用いられている。日本では千人草が用いられる。他に、チベット医学では C チベタナを使う。これは、廃尿以上に用いられ、それを含め、本属を利用した内服薬は、 利尿作用を期待したものが多い。日本では民間療法として、扁桃腺炎円の治療に千人草を使う。まずこの植物の生の葉をよく揉み、汁が出るようにしておいて手首に貼り付けるというものである。皮膚は赤くなり、往々にして水泡ができるが、喉の痛みは治まるという。水泡は破らずに置けば、やがて綺麗に消える。 ただし、あまり推奨できる両方とは言えないとのこと。薬用ではないが、千人草の葉を潰して、魚毒とすることがあるという。毒草のはずであるが、千人草について、わかめを煮て、よく水洗いして、食用とするとの記述があった。ただし、他では見ていないので、可能であるにせよ、かなりの危険が伴いそうで、おすすめできないところである。園芸品種としては、 19世紀に中国からヨーロッパに持ち込まれた風車や鉄線を元にして多数の園芸品種が作られた。日本でも鉄線は桃山時代に中国から持ち込まれた。さらに江戸期に風車の栽培が盛んで園芸品種も多く作られたが残っているものは少ない。これらについてはクレマチスの項も参照のこと。逆に日本では野草である。 ボタンズルや草ボタンも、欧米で栽培されることがあるとのこと。日本では、繁生ズル類が産野草として栽培されることがある。そのためこの仲間は、野外では、最終圧により減少している例が多い。以下、主として、佐竹穂か、P71 立石、P266 園芸大事典 1P769 立石、P266 立石、 P266 佐竹ほか、P71 立石、P265 田村立石、P266 園芸大辞典 1P770 以下、佐竹ほかから見かげ。P266 松本編、P67 佐竹監修、P40 佐竹監修、P124 以下は、見かげ。P266 から267見かげ、P266 掘ったほか編。 P289 掘ったほか編 P289 朝日 P266 掘ったほか編 P288 ありがとうございます